歴史ロマンの香る町、岡山県倉敷市。白壁の町並みが続く美観地区は多くの観光客でにぎわいます。今週は倉敷特集第3弾をお送りします。倉敷市は博多から新幹線などを利用して2時間、大阪からは1時間です。こんにちは、まなみねりさんのまなみです。こちら倉敷美観地区、川沿いのイメージがとても強いと思うんですけど、そこから1本入ったこちら本町通りも実は見どころがたくさんなんです。じゃあ見ていきましょう。倉敷観光の中心、倉敷川から道を1本隔てた本町通り。2014年に電線の地中化工事が完了し、すっきりとした街並みになりました。倉敷特集第3弾、今日はどんな発見があるのか。わあ、いろんなお店がありますけど、ここは何の店でしょうね。見てください、倉敷ハンプ。何のお店ですかね。早速ちょっと行ってみたいと思います。こんにちは。すごくたくさん種類のトートバッグがあります。カラフル。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。どうぞ。看板見たら、はい、倉敷ハンプって書いてあったんですけど、はい、どういったものなんですかね。もともと帆船や船の方だったものなんですけど、非常に丈夫で、もともとこちらで織っているんですけれども、はい、国産の7割は倉敷で、はい、織られております。未だにうちも織っております。こちらのお店は倉敷ハンプを作る織物会社の直営ショップだったのです。明治21年から120年余りハンプ生地を作り続けています。大きさや色、形、バラエティに富んだ品揃えなので、見ているだけでも飽きません。ついつい時間が経つのを忘れてしまうほどです。定番のトートバッグをはじめ、ショルダーバッグ、ポーチやブックカバーなどの小物もあります。これは生地はどういった特徴があるんですか。そうですね、ハンプですので、もともと非常に丈夫なのと、はい、撥水性も多いので、少しくらいだったら水も弾きます。だったら雨の日とかでも、そうですね、少しくらいだったら大丈夫ですね。あと学校で使って鳥箱の手をつくとことか、ああいうのでもハンプって、うん、言われてみたら本当に飛び箱だ、はい、そうです、そうです。懐かしい、ね、懐かしいですよね。こちらは定番のトートバッグ。取り出しやすい小型のトート、丸洗いも OK です。 B4 サイズも入るビジネストート、ショルダーベルトもついています。ハンプ生地メーカー直営のショップに足を運んではいかが。本町通りは倉敷川沿いより早く開け、タンスや桶屋など職人たちが軒を連ねていました。あ、ここは何のお店だろう。あ、手ぬぐいですかね。これ倉敷の町。わー、すごい。お茶と手ぬぐいの店、ご茶。築170年の町屋を利用したお店です。もともとは100年以上前にこの町屋で呉服店を営んでいたそうです。所狭しと並べられた手ぬぐい、岡山らしいものやオリジナル製品などがあります。もちろんお茶も販売していますよ。いらっしゃいませ。いろいろありますけど。そうですね、種類がもうたくさんありすぎて。そうですね、なんかおすすめとかってあったりするんですか。おすすめはですね、季節の柄などのこのあたりはもちろんなんですけど、せっかく倉敷に来てくださったので、こんな感じの、倉敷の街を描いた手ぬぐいなんていかがですか。これあれですよね、表にも飾ってあった商品ですね。そうです、そうです、そうです。こういう柄なんですけどね、こんな感じ。これオリジナルなんですか。そうです、オリジナルです。ちゃんと人力車とかもね、そうなんですよ、描いてあったりとか、はい。倉敷の街並みを白と黒でこんな感じでお家の形とかも表現してみました、この倉敷の手ぬぐいを使った思い出作りにチャレンジしました。自分なりに推したものなんで、もう全然決まりはなくて、こんな感じで好きなところに好きなものを押していただけばいいです。ちなみに
みにこれハンコはどういったものなんですか？ハンコは手作りの消しゴムハンコなので、はい、消しゴムですか？消しゴムでハンコは作ってるんで、あ、こういうのもすごい味がありますね。そうですね、うん、まずこの女の子、はい、二つ結びの女の子、はい、かな、ほい、これどれぐらいでもうあげちゃっていいんですか？うん、いいです、どうぞ。ほい、あー、できた、できた。えい、うん、なんか話してるみたいになりましたよね。だんだん物語っぽくなってきて、一枚の手ぬぐいにハンコを押して自分だけのストーリーを作る、まなみちゃんもその面白さに気づいたようです。できました、まなみのオリジナル手ぬぐいです。私の所属するアイドルグループ、まなみのりさの名前は絶対に入れようと思って、そしてみのちゃんとりっちゃんも一緒だよっていうことで、私が一番ロングヘアなので髪の長い子、そしてショートヘアなのでみのちゃん、右はボブのりっちゃんという風にヘアスタイルもバッチリです。倉敷の思い出に手ぬぐいを一枚、いかがでしょうか？本町通りには町屋を改装したカフェ、雑貨店、ギャラリーなどが並び、新しい魅力となっています。なんだ？なになになに？見てください。幸せになれるプリン？私もなれますかね？というかちょっと気になります。ちょっと行ってみたいと思います。すいません。幸せになれるプリンっていうのを見て、あ、ありますよ。じゃあこちらの席どうぞ。はい、お邪魔します。お邪魔したのはこれまた築100年以上の町屋。元は酒屋だったという倉敷ゲストハウス幽林庵です。じゃあこちらが幸せプリンです。顔の表情がちょっとずつ違うので、お好きな顔のプリンを選んでください。顔が全部違います。あ、どうしようかな。一番幸せになれそうな顔を選んでみてください。そうですね。あ、でもこのウインクしてるやつが可愛いですね。これに決めました。幸せプリンには幸せになれる食べ方があります、はい、あ、食べ方もあるんです、ね、食べ方があるんです。なるほど、ま、教えてほしいですね、はいはい、まずこのプリンの顔の写真をお持ちのカメラや携帯があったら写真を撮ってください。はい、幸せになれますように。はい、はい、で、あとはこのプリンを食べます。はい、で、食べてから今日から2週間後にもう一度その撮った写真を見てください、はい、その時にこのプリンの味と今日倉敷で過ごした思い出が思い出せたら幸せなことが一つやってきます。2週間ぴったりですか？2週間後ぴったしです。え、でもなんかちょっともったいないですね、食べるの。もう思いっきり。あ、でも結構ずっしりしっかりしたプリンですね。そうですね。いただきます。クリーミー。そうですね、結構濃厚な感じで。で、この幸せプリンを食べて、はい、実際にこんな幸せがあったよっていう風、こういう感じで幸せエピソードを書いてくれる人が年間800人ぐらい、うちのまた800人、はい、ぐらいいるんですよ。結構このプリンを食べて、そうですね、プリンを食べて、はい、で、出会って、うん、プリンを食べて、うん、で、結婚されたっていう。聞きましたか？あ、じゃあもしかしたら素敵な誰かと巡り会えるかもしれない。パワースポットならぬパワースイーツ、プリンに思わぬ力があったんですね。でもまなみちゃん、ちゃんと2週間後にプリンの味と倉敷の思い出を思い出してくださいよ。幽林庵はゲストハウスという名の通り、お手頃な値段で宿泊することもできます。演奏会や各種イベントなども開催、宿泊する仲間同士交流も盛んで、一味違った倉敷を楽しむことができます。夕暮れともなると幽林庵に多くのゲストが集まります。この日訪れたのは東京、金沢、佐賀、オーストラリアからの旅行者たち。2011年にオープン以来53カ国、年間4000人が宿泊したそうです。
言葉を交わしたり身振り手振りで情報交換、真の国際交流が油林庵にはあります。この素敵な町本町、ここをゆったりと歩くのが本当に楽しかったし、やっぱりオリジナリティあふれるものもたくさん発見しました。そして何よりあったかい人たちとの出会いもあり、最高の時間を過ごすことができました。皆さんもぜひ遊びに来てみてください。3回にわたりお届けしてきた岡山県倉敷市の旅、白壁の街並みはどこか懐かしい気持ちにさせてくれます。レトロな街にぴったりな人力車、ゆっくりと川を進む船、一味違った楽しみ方が訪れる人々を魅惑の世界に引き込んでくれます。あなたも倉敷で新しい発見をしてみませんか？